はい、皆さんこんにちは、ギガプロットです。はい、皆さんこんにちは、ブーちゃんです。今回ですね、ジョジョリアルの画面に合ってますが、これは関係ないです。ジョジョオールスターバトルの対戦リクエストマッチに関してのことでございます。今回ですね、今回も動画をね、アップしたらですね、また数件、何件かね、3件4件ぐらい対戦リクエストマッチのね、リクエストをいただけたんですが、ちょっとね、まあ最初分かっての通り、このゴールデンウィークの間は、甥っ子のブーちゃんがね、こっちに遊びに来てるんですよね。はい。で、なんで、甥っ子のブーちゃんがいるということは、かなり僕もね、甥っ子のブーちゃんと、一緒にモンストしたり、ライブしたりとかね、いろいろ時間をかなり使うので、正直ちょっと、対戦リクエストマッチにお答えするのはちょっと厳しいかなと。いうところなんですよね。はい。ブーちゃん。はい。ということです。はい。まあ、いろいろね、一緒にモンスターやったり、ブーちゃんもなんか、自分用のスマホを買ってもらったらしいじゃないですか。やっとですね。やっと買ってもらえた。やっとです。はい。なんで、こうやってね、一緒にこう、隣に座って並んで一緒にモンスターやるとかね、そういうこともできるようになったんで、かなりね、このゴールデンウィーク中は、こう、ブーちゃんとのね、この、まあ、楽しい時間を過ごそうかなと。やっぱりそういう風になっちゃうんで、ちょっと正直申し訳ないんですが、ちょっと対戦リクエストマッチの方は、ゴールデンウィーク中、まあ、ブーちゃんこっちにいる間ですね、ゴールデンウィーク中はちょっと、対戦リクエストマッチの、リクエストにお答えすることができないということで、ちょっと申し訳ないんですが、ご了承ください。はい。ブーちゃんから何か一言。お前です。お前って。いや、ブーちゃん。これはギガさんの事情で。でも、ブーちゃんは、僕がね、こっちに行って、さ、こう、自分のことばかりやったら寂しいでしょ。まあね。はい。なんで、まあ、そういうことなんで、ちょっと、対戦リクエストマッチの方は、ちょっと、このゴールデンウィークの期間中ですね。5月2日から、5月、7日までかな、5月7日ですね、はい、5月7日まではちょっと対戦リクエストマッチの方をお受けできませんので、ちょっと足からずご了承ください。ちょっとね、ブーちゃんとイチャイチャするので、はい、よろしくお願いします。はい、というわけで今回の動画はこれだけになりますが、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。